ジェームズシティ軍はアメリカ合衆国バージニア州のバージニア半島に位置する軍である。ここの人口は48,102人であり、軍庁所在地はウィリアムズバーグである。イギリスによる北米最初の高級的植民地、ジェームズタウンはこの軍内のジェームズ川岸に位置していた。現在、その跡地は国定史跡歴史的ジェームズタウンとなっている。かつて、 ジェームズタウンからセンされ2番目にバージニア植民地の首都となったウィリアムズバーグは同軍の北東に隣接している。またアメリカ独立戦争でアメリカ軍の勝利を決定づけたヨークタウンの戦いが行われたヨークタウンのあるヨーク軍は同軍の東に隣接している。これらジェームズタウン、ウィリアムズバーグ、ヨークタウンはコロニアルパークウェイで結ばれ、 歴史的三角形を形成している。ウィリアムズバーグは1884年にジェームズシティ軍から独立しになった。しかしながら、ここは今でもジェームズシティ軍の軍都であり、それらは教育システム、裁判所、及びいくつかの立法公務員を共有している。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積465平方キロメートルである。 このうち370平方キロメートルが陸地で95平方キロメートルが水地域である。総面積の20.47%は水地域となっている。同軍の北にはヨーク川、南にはジェームズ川が流れている。これらの川に挟まれた陸地はバージニア半島を形成している。2000年現在の国勢調査でこの軍は人口48,102人。 19003世帯及び13986家族が暮らしている。人口密度は130平方キロメートルである。56平方キロメートルの平均的な密度に2772件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人82.05%、アフリカン・アメリカン14.37%、 先住民0.28%、アジア1.46%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種0.44%、及び根血1.36%である。人口の1.70%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は23.30%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が6.40%、25歳以上44歳以下が27.30%、45歳以上64歳以下が26.10%、及び65歳以上が16.80%にわたっている。中央値年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は93.90人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.00人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は55,594米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は66,171米ドルである。男性は43,339米ドルに、対して女性は27,016米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は29,256ベイドルである。人口の6.40%及び家族の4.10%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の7.30%及び65歳以上の4.80%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。